何も見えん。どうもこんにちは、マスク濡れ太郎です。エヴァンゲリオンの一番くじ引いて A 賞が出ました。この引き用にゼロの一番くじでしたかったなので開封動画でーす。じゃあまずこのブラインド形式になっている G 賞の方から開けていきたいと思います。まあでも開けるブラインド形式になってるの G 賞しかないからちょっと紹介するものが少ないんですけど、言い忘れてました、全部で8回やりました。おあ、みさとさん、イエーイ。そう、これねセットなんだよね。そう、2個セットなんだよ。これちょっと嬉しくない？2個セットって。アスカ出るといいんだけれども、2号機出たら嬉しいかな。ロゴかっこいいよね。あー、はーい、みさとさんとネルフのロゴかっこいい。アバーマスコットセットでん。これは何？マーク6のあのプラモもめちゃくちゃかっこいいんで、ちょっとそれもね若干狙ってはいるけど、まだ初号機も2号機も作れてないんだ。はい、次アスカ欲しいでござる。おーっと、かぶったー、くそこんなに種類でさ、3つしか引いてないのにかぶっちゃったよ。誰か欲しい方いませんか？抽選で1名様に私の鼻かんだティッシュと一緒に送ります。で、これ色紙はこれはブラインドタイプじゃなくて選べるタイプです。3枚選んできました。制服アスカと、モビルスーツ。モビルスーツモビルスーツガンダムだね。ブラグスーツ、ブラグスーツね。ブラグスーツアスカと、一番最近の劇場版のアスカジャージアスカ。かわいいね。はい。いっぱいキャラいたんだけど、ちょっと画面に載せとくかな、ラインナップの方は。いっぱいいたんですけど、アスカ好きなんで、全アスカにしました。かわいい！尊し。かわいいでしょ、これ。早速、玄関に飾ろうかな。ででん。A 賞、出ました。7回目くらいで引いたんだったかな、A 賞。7回目で A 賞引けました。おいー。出しちゃうよ、ちょっとこれ。開けちゃうよ。何にも面白いこと言ってない。何も面白いこと言ってないな。ちょっと開け方が豪快っていうね、ご指摘いただいてる。ご指摘？開け方が豪快っていうコメントいただいてるんですけど、さすがにこれはちゃんと開ける。で、これなんとね、ちゃんとご丁寧に持ち手がついてるんですね。大きくてね、袋に入らなくて、このままこう持って帰りました。恥ずかぴー。フェア太郎に恥ずかしいという感情あったの？厳重だよ、これ。こんなんでさ、なんかあった時すぐ出動できないよ、こんな厳重に。エヴァ2号機発進！ドン。気を取り直して新2号機アルファ、あーかっこいい、でかーいこれこうしないとカメラに入らない。もうスケール感がいいね、でかー。いや、ウィゼロの一番くじのレムもでかかったけど、これもスケール感が、うわー重い。そしてお顔もね、これ約30センチあるみたいですよ、これ。でかっ！かっこいいね。わー、これプラモも並べて置いておきたい。制作途中の初号機。肩乗らないか。乗らないか。んで、これでね、ラバーマスコット3個、色紙3個、A 賞1個。ということで、これでね、7個か。7個なんですけど、最後、実はね、引いちゃいました。じゃーん。フルカラータオル、じゃーん。レイちゃんのフルカラータオル引けました。イェーイ、これ8個目で引きました。おー！
かわいい。これは飾りたいですね。これこれいいね。あ、かわいいかわいい。それじゃあ早速このタオル使っていきたいと思います。有料版ではモザイクが取れます。はい、じゃあ今回も見てくれてありがとうございました。また多分ね、引きたい一番くじあったら動画出すと思うんで、またお願いします。じゃあね、バイバイ。おまけ、前に作ったデスクトップアーミーたち可愛いでしょ。